された北極での戦闘は新しい味方マグナザウラーの登場でザウラーズ堂々の勝利となりました。それでは見事勝利を収めたザウラーズのインタビューをお聞きください。うわー出た出た。ほらメインパイロットの紹介が先だろ。インタビューもいいけど勉強の方はちゃんとやってんだろうね。いいじゃん勉強なんてさ、俺たち地球を守ってんだから。いいわけないだろう。分かってるよ。なんたることだ。これでは防衛隊の面目丸つぶれではないか。活躍シーンはザウラーズばかり。我が防衛隊はザウラーズと防衛隊、防衛隊とザウラーズ、そうか。ねえ今朝のテレビ見た？これさ結構テレビ映り良かったと思わない？そうか。しのぶちゃんビデオ撮った、うん、おばあちゃんが撮ってたんだけどお母さんが切っちゃった。お嫁に行けないって。僕あんまり映ってなかったよ。じゃあどう私のサイン。司令官たるものサインの一つも書けなきゃね。まったくテレビくらいでチャラチャラしやがって。いや盛り上がってるな。ほら授業は始まってるんだぞ、静かにしなさい。だな、マグナザウラってさ。こら、ケイチ、いい加減にしないか。はい。さて、最初に先週の宿題を出してもらおうかな。しまった。やばい。ああ、僕としたことが。やだ、どうしよう。んなもんすっぱり忘れてたよ。なんだ、まさか全員忘れてたなんてことは。だって先生、俺たち北極まで行って戦ってきたんだぜ。宿題ぐらい勘弁してほしいよな。そうよだよ。そういう考え方は良くないな。君たちが地球防衛で大変なのはよくわかる。だからといって勉強をおろそかにしていいというものではないぞ。でも俺たち機械荷重が出るたびに出撃してるんだよ。みんなのために戦ってるのに宿題や勉強のことでガタガタ言わないでほしいよ。確かに結構大変なのよね。時々塾にも行けない日があるしな。だからこそきちんと勉強しなくちゃいけないんじゃないのか。だって先生、俺たち地球を守ってんだよ。本当は勉強なんかやってる場合じゃないんだぜ。そうだよそうだよ。そんなことはない。自分たちのことを考えたら勉強だって大切なんだ。じゃあ機械荷重が現れても勉強してろっていうの。無茶だよそんなの。無茶なんか言ってない。機械荷重を勉強しない理由にするなと言ってるんだ。みんなのために戦ってるのにそんな言い方ってないです。そうだよ。そうだよ。自分が戦うわけじゃないからそんな勝手なことが言えるんだよ。ちょっと待て。いいかみんな、このことは一度ちゃんと言おうと。失礼する。長官、協議の結果ゴーザウラーとマグナザウラーは防衛隊が管理するのが妥当であるということになった。これより2体のロボットは我が防衛隊の基地で預かることにする。でもゴーザウラーとマグナザウラーは私たちしか操縦できないんですけど。そこでだ、諸君を防衛隊の特別隊員に任命する。君たちには小学生を辞めてもらい、今後は防衛隊の基地に待機してほしい。はぁ、小学生を辞める？そういうのってありなの？ちょっと待ってくださいよ。そんな無茶な話がありますか？無茶ではない。地球防衛を第一に考えたらこれが一番だ。子供たちのことを一番に考えてください。彼らには学校生活というものがあるんですよ。勉強だってまだまだしなくちゃいけないのに、何が防衛隊の特別隊員ですか？ねえねえ長官、俺たちいつから防衛隊に行けばいいの？おお、来てくれるのか。ケイチ、お前行こうぜみんな。そんないきなり。僕たちが防衛隊員なんていい話じゃないか。俺たちには地球を守る使命があるんだ。学校なんかいるより防衛隊にいた方がいいんだって。うるさい先生もいないしさ、だろ。賛成。行っちゃおうぜ。宿題とかもなくなるし。確かにその方が活動しやすいですね。おい、みんなちょっと待ちなさい。先生、子供たちが賛成してくれたのだからこれで決まりですよ。では君たち、すぐにでも基地に向かってくれるか。みんな。今日も一日静かな学園生活が。
発進。そんな生徒たちがそんな。中島先生、どういうことですか。機械荷重が現れたとの連絡は受けていませんよ。武田長官が生徒たちを連れて行ってしまったんです。防衛隊の特別隊員にするって。なんだって。中島先生、何をぼんやりしているんですか。あの子たちは小学生なんですよ。そんなことは許される話ではありません。ぼんやりしてる暇があったら、とっとと生徒たちと校舎を取り戻してください。はい。よし、生徒たちを取り返すぞ。我がしもべになるがいい。機械荷重巨大反応。うひょー、どうかね、気に入ってもらえたかね。かっこいいよこれ。やっぱり防衛隊に入ってよかったな。よく似合うぞ。では10分後に訓練を開始する。総員着替えた上で弊社前に集合。訓練？何それ。なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだ。地球を守るための訓練なんだから文句言うなよ。疲れた。ねえ、毎日こんなことしなきゃなんないの。しょうがないだろ、俺たちは地球を守るザウラーズなんだから。だけどさ、これっていつまで続くの。いつまでって。僕たち一生ザウラーズなのかな。え、そりゃ機械化帝国をぶっ潰すまではそうだろうな。じゃあ私たちそれまでずっと防衛隊にいるの。ちょっと待ってよ、そんなの聞いてないよ。オイラサッカー選手になりたいのに。その前に中学校だよ。僕受験があるんだよ。小学生辞めちゃったら中学生にはなれないんじゃないの。冗談じゃないぞ。僕たち小学校卒業できないのか。どうしよう。なんだよみんな、俺たちで地球を守るんだろ。その覚悟で来たんだろ。だけどさ、ケイチ君。何がだけどだよ。ちょっと待ってください。ここは関係者以外立ち入り禁止ですよ。私はあの子たちの担任です。先生、何しに来たの。みんな、もう一度先生の話を聞いてくれないか。話？お説教の続きなんか聞きたくないからね。お説教のつもりはない。ただ聞いてほしいんだ。確かに君たちはみんなのために戦っている。それが大変なことだというのも分かっている。だけど考えてほしいんだ。君たちの戦いに終わりはないのかい。終わりって。地球に平和が戻った時、君たちはどうしているんだい。君たちにだって将来の夢があるだろう。もっと普通の生活を大事にしてほしいんだ。ちょうど今そのことを話していたんです。おい、ゴロ先生、僕たちだって中学生になれますよね。地球を守ってたって普通のままでいたっていいでしょ。おい、黙れよ。誰も君たちだけに苦労しろとは言わないさ。君たちはまず自分の生活を守るべきなんだ。そんなの守れるもんか。機械荷重が現れたら何があっても俺たちが戦わなきゃいけないんだよ。先生の言うことなんかみんな嘘っぱちだ。俺は学校に帰る。私もここにいたってスターになれそうもないし。おい、お前ら防衛隊で活躍するんじゃなかったのかよ。ヒロミ、ケイチ君、脱ぐなよ、着てろってば。おい、ケイチ。着てろよヒロミ。ケイチ君、ごめん。ケイジ。あ、いや、すまん。だけどケイジ、聞いてほしいんだが。うるさいや。先生は戦わなくてもいいから好き勝手なことが言えるんだ。ケイジ。
健一。ここにいた。なんだ、忍か。なんだじゃないでしょ、素直じゃないんだから。何がだよ。本当は健一だってこのままでいいとは思ってないんでしょ。だけど中島先生にああ言ったもんだから引っ込みがつかないんだ。うるさいな。じゃあ忍はどうなんだよ。先生が言うように勉強もやれるのか。だってやるしかないんだもん。無理だよそんなの。無理かもしれないけどやるしかないでしょ。なんだ。こんなところにゴーザウラーがいようとは面白い。来たれデスボルト。ゴーザウラ、ボルトサード。ザウラブレード。一人じゃ無理よ。みんなを乗せないと。うわデスボルトがなぜここに。ここは危険だ。君たち避難して。先生、私たちゴーザウラに乗らなくちゃいけないんです。え。ああ、マグナティラノが。ゴーザウラ、お前の力はその程度か。邪魔だ。次はお前だ、ゴーザウラ。長官、二人を助けてください。そんなこと言われんでも分かっておる。キッタ、早くマグナティラルに乗って剣士たちを助けてくれ。分かってるけど近づけないんだよ。そっちで何とかしてくれ。それができれば頼んだりなんかしないわ。じゃあどうしろって言うんだよ。デスボルトの目を引きつけるだけでいいの。このままじゃ剣士と忍が死んじゃうでしょ。中島先生、何をする気です。こいつでデスボルトの目を引きつけます。そんなことはあなたにはやらせられん。ご心配なく、運転免許は持っています。そんなことじゃなくて、いいからどきなさい。先生、この程度でしかないのか、ゴーザウラ。もはや貴様に興味はない。とどめを刺してくれ。くらえ、ボルトブレスター。うわぁ、ダメだ。先生、子供たちを離せ。長官、どんどん撃ってください。あんたな、わしを誰だと思っとるんじゃ。まったく。先生が俺たちを助けてくれた。戦いの邪魔をするウジ娘、ひねり潰してくれるわ。
マグナザウラあいつは俺に任せて、みんなをコアザウラーに乗せてくれ。オーケー。貴様から始末してくれるわ、死ね。ケンチ、ヒッタ君、一気に決めるわよ。ああ、熱血武装マグナバースター。やるな。だが次はこうはいかんぞ。ごめん、やっぱ俺も学校に帰るわ。なぜじゃ。だってさ、さっきは先生に助けてもらったし、やっぱり先生の言うことは聞いてあげないと。何？わしだって助けたじゃないか。え？いやだって僕中島先生の生徒だもん。またケイチったら調子がいいんだから。うるさいんだよこの男女。なんだと。もう一回言ってみなさいよ。もう一回。じゃあそろそろ学校に帰ろうか。はーい。待ってこらーだ。待って、待ってくれ君たち。あんたのせいで長官にお礼言えなかった。忍が余計なこと言ってたからだろ。言い忘れたんだが、日曜日に今日の授業の続きやるからな。それと宿題は明日提出するように。へえ。だってしょうがないだろ、今日授業できなかったんだからさ。でも日曜日になんてひどいわ。そうだよ、遊べなくなっちゃうじゃないか。何言ってんだ、遊びより勉強の方が大事だろ。だって日曜日は遊ぶためにあるんだよ。そういうことは宿題をやってから言いなさい。先生、痛すぎるよ。防衛隊の最新型戦車が機械荷重になっちまった。行くぜ電気号、ザウラージェット緊急発進。だが正体不明の侵入者が機内に忍び込んでいた。侵入者を見つけないとゴーザウラーになれない。早く合体させてくれ。次回、熱血最強ゴーザウラー、侵入者を探せ。全員まとめて発進。